さあ、野郎どもを、宴だコメニに行きます。コメ来い。あなた方二人、見てる人たち、全員気づいてないようなね、様々な陰謀が隠されてます。え？陰謀？コンビニの中には、様々な闇、様々な思い、人々の醜い部分というかね、それで出来上がってるものがたくさんあるんですよ。これ本当はこういうためにあるんだみたいな、本来の用途とは別の用途で売られているものとかがあるんです。表向きは、裏ではあの組織が関わっていたりとか、さまざまなそういう陰謀の渦巻くコンビニで商品を買ってきてもらって、でその商品のどんな闇があるのかとか、陰謀論を突き詰めていく。なんとなく理解しました。なんとなく理解しました。なんとなくね、はい、確認なんですけど、はい、まあ、1人何個ぐらい。まあ一応ね、知ってるんですけど、もちろんいっぱい知ってるけど、たくさんあります。ほんと言うともう1人10とかでもね、もうほんと言ったらね、まあまあ、もう本当はだからね、はい、そんなに暴かれたら、そのこのチャンネルが存続が危うくなる。1人二つ。ああ、まあそんぐらいか。いや、やっぱりこんなことやめにした方がいいんじゃないか。いや、いいからいいからいいから。あれ、私は家族がいるんです、うん。みんな知りたがってるんだ。ほら。でも妻も子供も。大丈夫。こんなこと言って消されるなんて。ほんの一部の人間だ。大丈夫か。俺らがそんな中に入るわけねえだろ。今日はどうすんの。陰謀論コンビニ。どうぞご覧ください。どうでした、ありました。ありましたね、陰謀だらけで、うん、渦巻いてました。はっきり言ってセブンイレブンは闇の宝庫ですよ。宝庫ですよ。まあね、まあ思い出すのにだいぶ時間かかりましたけど。でも思い出せました。まあなんとか。でもセブンアイホールディングスは愛、わかります？何ですか？ああ、愛ね。表向きはね、うん、私たちみたいなね意味で。愛地球博。わかります？愛地球博。森戸とキッコロの。あれがですね、裏で糸を引いてる人たちがいたんですよ。はあ。黒船、黒船軍団っていう。黒船軍団。はい、言いまして、それが。軍団が軍団がその愛知旧博とを作ったものがそこなんて、で、なんて、で、なんて、なんて始まりそう。じゃあどちらから行きますか。僕は後で。あ、じゃあ私から行きましょうか。じゃあ住岡さんの、まあ出したらみんな分かりますよね、これですね、チョコレート。チョコレート、チョコ自体の陰謀ですか。チョコのね、はい、漠然とチョコレート食べてませんかっていう話です。なんでこんな色してんのか、うん、何も考えてない。そもそもチョコって何なんだって聞いたら、うん、大体の人皆さんこう答えます。カカオって、カカオって何ですかって、うん、とかイメージとかではあるけど、うん、実物見たことないじゃないですか、うん、カカオってないんですよ。いろんな化学物質をめっちゃ混ぜるんですよ。絵の具を思い出してください。いろんな色混ぜたら真っ黒になりますよね、はい、なる。いろんな化学繊維集めて、はい、真っ黒、はい、なるほど。絵の具と同じようにいろんなものが入って黒になってる、うん、そういうこと言ったらなんか体に悪そうとか、企業の人はマイナスなイメージになると考えて、架空のカカオというものを生み出した。これをアナグラムすると、はい、カカオ。アルファベットで。CACAO。カカオ。はい。並び替えると。はい、コカ。信じるか信じないかはあなた次第です。ちょっと一回思い出し直して。が一個目です。トップでよかったかもしれない。なんか臭いのがあったんですよね。これで食いたい。牛乳って聞いたら大体こう答えます、うん、
牛の乳ですと、はい、普通に考えてください、うん、こんな美味しいわけがない。牛っていないんですよ、うん、同じ牛っていない。牛ごと、牛っていないです。牛ごと絵の具思い出してください。また絵の具や白バーってやるでしょ。何回薄めて何回薄めてもちょっと白のまんまなんです、うん、そういうことです。何信じるか信じないかはあなた次第です。うわ高だてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこれあと食べて大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。一番出汁で炊いた生姜飯。ええー。うん。なんて言いますこれ。おにぎり。おにぎり。はい。おにぎり。と、おむすび。はい。おむすび。おにぎりは。おむすび。おかしいじゃないですか。これ江戸時代が起源なんですけど。幕府の殿と平民が。はい、気に入られるために賄賂として渡してたのが起源なんですよ。関係を結ぶおむすびなんですね。あこの中に小判って言われてたんですよ。へえ。信じる信じないがもうあなた次第ですけど。確かに生姜とかも関係ない。生姜とかがかけないんですよね豚しゃぶパスタめっちゃ食いたいやんここね、ご覧ください。ここセブン&アイホールディングス、はい、隠します。ここ、はい、何見えますか。これ人間が握手してるところなんですよ。ここ拳銃を突きつけられてるんですよ握手してる、握手してるのに拳銃突きつけられてるんですよ、はい、本当怖いっすよね伊藤洋から吸収したでしょ、はい、合併の話してる時の社長なんですよ、はい、このあ、セブン側のっすか。そう、あパスタサラダかもうこれがもう一番見やすいところにあったんであ、でもどれでもよかったけど一番わかりやすいやつを用意してくれるんです。そう、伊藤洋華堂、伊藤の愛ですからね。あこれ本当にそうだったんだ普通になるほどブラックコーヒー黒船おと…え、落ちてる。これだけあったらただ単に普通のブラックコーヒーじゃないですか。はい、はいはいはい、ね、チョコラ BB、 チョコラ BB、 チョコラ BB。 これセブンイレブンの中で一番端と端に置かれてるんです。このブラックコーヒーが置いてある場所からチョコラ BB が置いてあるところが一番遠くて、うん、あとそれより遠いところにはもう正直一つもないんですよ。へえ。これなんでかって分かんないでしょ。チョコラ BB の会社知ってます？エイサイなんですけど、エイサイの社長っていうのが七つ子だったんですよ。7つ子のうちの長男、あと6人は全員自衛隊なんですよ。これジョージアです。ジョージア、はい、ジョージア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 になるんですよ。何県？長野県。長野県アジョーシで、長野県アジョーシで作られてるんです。全てが日本で作られてるブラックコーヒーも全部、はい、アジョーシで生まれた7つ子。え？それがエーサーの社長、俺あのビタミンを作るんですよ。コーヒーってビタミンを破壊するのにからですね、カフェインには今日普段結構飲んでるんですけど打ち消しあったんですよ、僕の体の中で。はい、僕の体の中で、体の中でカフェインとビタミンが、はい、これ戦争してるんですね。戦争示唆してるんです。信じるか信じないか私フィナンシェですね。フィナンシェってインゴなんですよ。フィナンシェってよく聞いたの、そうフェラーリって知らないですか？はい飲み込んだ。フェラーリと言ったイメージ赤じゃないですか。この世で一番赤い店って言ったらどこですか？ウェンディーズ。ウェンディーズちゃんと見たことないでしょ、はい、看板とかのロゴ。ああ、ちゃんと赤に赤で書いてるから本当に思い出してください。ウェンディーズにフィナンシェって置いてないんですよ。ないっすフェラーリとフィナンシェが友好関係にあることをバレたくないインドネシアの陰謀なんですよ。インドネシア、なんでインドネシア、なんでインドネシア出てきたと思うでしょ。インドネシアの首都、本当にびっくりしますよ。インドネシアの首都って赤いって名前なんですよ調べてください、今すぐです。うわいいんですね、調べて調べますよ、みんな止めて調べて。うわ、いいんすね。え、まだある？これは普段食ってるやつや。カシの具材のお豆腐とひじきの煮物って書いてあるじゃないですか、はい、これちゃんとしこの出して
一個一個調べてたら6種なんですよ。信じる、いやー食うか大丈夫か、水まいっちょるからね、ふざけ出した余裕が出て水まいっちょるからもう頑張らんでいい、もう頑張らんでいいからひじきって黒いでしょ、黒ブレーでこれなんなのあんなんで意味わからん。ロゴね、M に見えるし、ちょっと。ああ、この七と一で。一でね、こう。うん。M。N。N に見える。M。M のが見える。じゃあ M っぽいも探してみましょう。M 字開脚。インディンオブジョイトイ。うん。はい。日本に来た時の愛称。黒船。そうなの。あ、黒船ね、黒船な、はい、グラビア界の黒船って言われて、われてました。そうなん、当時言われてた。何がやねん、お騒がれと一曲出してます。だから何やねん、貧民オブジョイトよね。でこうアナグラムするじゃないですか、うん、全部バラバラにするんですよ、アルファベットにして、うん、バーって並べ替えたら気をつけろぽいなさっき言った曲逆再生すると、うん、気をつけろって言って1回で行ってどっちかで行っていろんな方法で気をつけろされてくるね。そう、インディオブジョイトリーがずっとインディの話、ずっとコニーにしてたバーみたいなとこあるんですけど、うん、場所がアジョーシもうええよフリーメイソン、ケネディ暗殺、ナスカの地上へですね最弱や今回の板橋はその 何十か何十ないかは、あーごじるかごじらないかはあなた次第ですね。そうとしか言いようがないわ。あらららら、あちゃ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 、ありがとうございました。